はい、こんにちは。カンピオーネの辰巳です。 50m を速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。今日はちょっと間違ったチューブ引きのね、あの方法についてちょっとお伝えいたします。で、陸上トレーニングでね、あのチューブ引きって言ったら、まあ水泳の中では結構動作がね、まあ、例えばバタフライやったらバタフライ、クロールやったらクロール、平泳ぎやったら平泳ぎの動作をね、あの作れた上で、その筋力とか筋肉の使い方をね、強化できるので、あのすごい、あの人気のある、っていうか効果の出やすい、あの種目で、陸トレ種目です。ね。で、ただね、ちょっとこれも引き方をね、ちょっとあの間違ってしまうと、全くね、てか効果があまりね出ないチューブ引きになってしまいますの で、その一例を今日はねちょっとお伝えいたします。でまず例えばクロールのねこのプルの部分を鍛えたいって時に、チューブ引きねやるとします。で向こうからチューブね引いてるとしますね。でこれチューブねグッと持った状態でグッとクロールのストロークのようにねグッ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 とこうね引っ張る動作、これみんなね結構やってると思うんですけども、これ実は間違いですね。何が間違いかっていうと、実際の鍛えなあかん部分っていうのはこの頭のね上からグーッと足に向かってね引っ張るこの力ですよね。かいてくるこの力、この力を鍛えないいけないのに、こっからねこう普通に体がちょっと立つとかちょっとふの字になって引っ張るチューブっていうのはどっちがいいかな、前ならえね、前ならえの状態から手をグッとこう後ろにね後ろに持っていく、こういう動作ね、こういう動作を鍛えてしまっているがためにあまり効果出ませんね。実際に鍛えなあかんのは頭の上からグッと持ってきて足の方に変えてくるチューブ ね、こういう動作を鍛えていかないといけないのに、こっち側の引き方であったら前習いから後ろにねこういう動作を一生懸命鍛えてるってことになってしまって、実際のストロークの強化にはつながりにくいです、ね。で実際これ僕も大学時代ねようやってましたね。もう一生懸命ね結構やっとったんやけども、やっぱり全くねタイムアップには全くつながりませんでした。これに関してはね、ね、それをどうするかっていうのは、まあちょっとここでは僕も DVD でチューブ引きってやつをねの特化した陸上トレーニングをちょっと DVD でこのことを言うてるので、ここではちょっとお伝えできませんけども、一つのヒントとして頭の上からね、頭の上から足に向かうね、ここの部分をどうやって作るかっていうのを考えてやってみてくださいね。で分からへん人はもうこのもむき宣伝みたいやけども、まあ僕のチューブ引きのねやつ見てもらったらもう一発で分かりますね。だからこれも一個ね、クロール実際泳ぐときこんなクロールね泳がないのと一緒で、やっぱり泳ぐときはガワッてこうね頭から足に向かってやっぱ変えてくるので、この部分をどうやって鍛えるかっていうのをしっかりと考えてやってみてくださいね。今日はこれで以上です。